おはようございます。やんちゃです。2021年11月4日の朝です。はい、タイマーオン。なんか5連休あっという間に終わってしまって、なんかやりたいことできたんだっけっていう感じになっている上に、なんか連休疲れというか、なんかもう今クタクタなんですよね。5連休の疲れを癒す休みが欲しいそう。ただまあ今日明日頑張ればまた土日が来るし、今月はまたあるんでしたっけ、あれがありますよね、勤労感謝の日とか。うん、3週間後ぐらいにまた連休があるんで、それまで頑張りたいですね。はい、じゃあ今日は早速ルビックキューブ今日は早速じゃない、ただもう前回あの上一面を黄色にしたところまでやりましたけど、あそこまではねいいんですよ。まあまあ簡単というか、簡単でもないかまあそれなりに大変でしたけど、うん、はい、ちょっとやっていきますか。はい、まずこうしますと。で、よいしょ。こうして、で、こうしますと。はい。もうね、この辺は完全に慣れたもんですね。うん。完全一面まではもうほんと手癖でいけるようになりましたね。よいしょ。こうか。うわ、よいしょ。はい、完全一面。ここまでは良くて、よいしょ。で、まあ前回ね、あれをしたんですけど、その後の手順を覚えてるかって言われると、うん、微妙ですね。覚えてないですね。よっと。しかし、あれですね。だいぶ、よし、来た。これで2段目まで揃ってます。こっからですよね。よいしょ。あれ？やばちょやっちまったかやっちまった。よいしょ。いやマジこっからが難しいんですよね、いつも。どうすんだっけ。あれダメだなんか退化してるスキルが。はい、ダメですね。いや、すごい無念何が無念って昨日なんかかなり時間使って練習したんですけど、なんかスキルが退化してるそう、よいしょ。ああ、10時になった。で、こっからなんですよね。よいしょ。お、いけた。ここまで。ここまで来たら、チートシートがあればいける。
コーナープル。コーナープルは、こうして、右トリガー、よいしょ。ほ。あれ？ダメだ。はぁ、ダメですね。戻ってきた、ここまで。あれ？できてる。できてる。コーナープル。この、角の色が全部揃ってますっていう。ここまでできると、あとはその、とどめの、エッジプルの手順を、多分2回ぐらいやればいけるはず。2回ぐらい、よいしょ。これ覚えられる気がしないんだよな、でも。あ、揃った。後ろが。これで、3面揃ってんのかな。多分これを後ろにして、これをもう一回やれば。あれ揃ってね、もう一回やるか。揃った。全部。この最後の手順を揃えられる気がしない。揃えられるっていうか、覚えられる気がしないんですよね。R、U、プライム、R。U、R、U、R。U、プライム、R、プライム、U、プライム、R、プライム、2。今までその、なんか右トリガーとか、使っても右ダブルトリガーみたいな、3つのマクロを使ってましたけど、一番最後のとどめには、3つの新しいマクロが必要なので、それを覚えなきゃいけないと。しかもそのコーナープル、角の色を全部揃えるやつも、なんか覚えにくいし、その最後の2ステップが、暗記できないんですよね。いや、難しい。でもまあ、一応、なんて言うんですかね、チートシート見ながらだったら、結構素早く動かせるようになったので、何度も何度も動かしてると、手が覚えてくれるんじゃないかな、という気はしますね。はぁ。なんかほんと昨日、なんか5時間ぐらい、やってたのに何も身についてないっていうか見ながらじゃないとできない。はぁ、ちょっとまだ道のりは長いですね。まあぼちぼちやっていきたいです。まあそんなこんなで昨日おととい言ってたチェックリストのことをほとんど何もやってないです。やんちゃクラブ 4K HDR とかアマチュア4Q とか、あーでもルービックキューブも一応リストに入ってるからルービックキューブをやってるってことになるんですかね。はー、早く何も見ずにできるようになって毎朝屋上でルービックキューブをやりたい。そんな風に思うまでハマるとは思いませんでしたね。しかもなんかハマり始めたから新しいルービックキューブも欲しいみたいになってきて、はぁ、でもこうやって趣味が増える時っていうのは結構楽しいんですよね。しかもなんかこれって下手すると一生ものの趣味というか、いやー、いいものを教わったなという気がします。そう、なんで新しいのが欲しいかっていうと、なんかマグネットコア内蔵ルービックキューブみたいな、あの多分磁力でこの滑りを超良くしたやつなんでしょうけど、それがなんか8000円ぐらいするんですけど売ってて、
めっちゃ欲しい。磁力でいい感じになってるキューブ欲しい。欲しい。ね。機動戦士ガンダムっていうアニメがあって、ガンダムっていうロボットに少年兵が乗り込んで戦争を生き抜いていくっていう、まあ戦記ものなんですけど、まあそれで途中ガンダムが、その少年、順番が逆か、その少年兵が運転が上手くなりすぎて、ガンダム物足りなくなってきたな、みたいな。ちょっと、といってもガンダムはもうその戦争では一番強いロボットなんですけど、その少年兵の方が操縦が上手くなりすぎちゃって、ガンダムちょっと物足りないんだよね、みたいになってきた時に、じゃあちょっと改造しますか、ガンダムを、みたいな感じになって、ガンダムの内部をこう磁力でこう摩擦を減らしてより俊敏に動くようにするっていうシーンがあって、まあそれがマグネットコーティングっていう改造だったんですけど、ルービックキューブのコアがマグネなんだっけマグネティックコアになってるっていうのはもうそれじゃん。ガンダムのマグネットコーティングそのものじゃんと思って、ちょっとそれで欲しくなっちゃったんですよね。はあ、なんか最近ガンダムの作品がいろいろ Amazon プライムで見られるようになってるらしくて、あの最新の映画もなんだっけ、閃光のハサウェイもAmazon プライムで見られるそうなので、見たいなと思ってるんですけどね。なかなか時間が取れなくて。なかなか時間が取れなくてっていうのもなんかおかしくないかって思うんですよね。昨日5時間ルービックキューブやってたやつが、ちょっと最近時間が取れなくてねっていうのおかしくないですかっていう。なんですかね、時間ってね。ほんと。おかしいんですよね、時間。なんかちょっと時間がなくてファイナルファンタジー14ができないんですよねって言ってるそばからニャンコ大戦争をやってたりするわけですよ。はあ、なんかほんとちゃんと時間の管理をしてもらいたい、誰かに。なんかもう大人にもなって、もうそう、それこそ昨日か一昨日も言いましたけど、そろそろ40歳とか言ってたのに、40歳にもなって自分の時間を管理できてないんですよね。はあ、なんかそれへこみますよね。ルービックキューブに5時間費やしちゃうみたいな。抑制が効かないっていうか、うん。だから部屋も散らかったままですよ。5連休もあったのに。はあ、もうね、多分これが仮に365連休だったとしても、根本的に何とかしない限り、その何ていうか、時間の管理方法を何とかしない限り、有意義に使うことはできないなって思いますね。やっぱ何かに追われないと何もできないっていう感じがする。辛い。そう。なんか今日もめちゃくちゃいい天気だな。とはいえ西の方は曇ってるから富士山は見えないですね。
昼までずっと屋上にいたいのは山々ですが、一応仕事があるのでそろそろ終わらないといけない。はあ、今日はこんぐらいにしとくか。もう。いや、本当に久しぶりにやっちまったなっていう時間の使い方をしてしまったな。ああ、でもそうか。おとといはね、国立科学博物館でミイラ展を見てきたわけですけど、あれは有意義でしたね。うん。果たして自分がミイラになることができるのかとか。なんかあの後ちょっと調べたんですけど、その日本ではその弔い方として仮装しかやっちゃいけないのかっていう話を調べたら、一応ですけど条件を満たせば土葬が可能みたいですね。なので多分ミイラ化って土葬の一種とみなすことができるでしょうから、土葬の条件を整えればいけるんじゃないかな。ただその地域の条例とかで土葬を禁止している地域はダメとか、あとはその霊園が土葬に対応してなきゃいけないとか、あと地下何メートル以上深く埋めなきゃいけないとかっていう条件があるので、それこそその結構お金かかるんじゃないかなっていう気がしてきましたね。まず霊園はおそらく自分専用の霊園が必要、古墳みたいな古墳みたいなのを自分で用意する必要があって、しかもそれを自分の死後ずっと私有地で維持する必要があるわけですよね。それって無理。その古墳がなんか観光地とかになって収益を生み続けるとかにならないと、固定資産税を払い続けられないんじゃないかな。しかもその向こう何千年もその古墳を維持することができなきゃいけないわけですから、あらかじめ固定資産税を先払いってできないでしょうから、あの地価の変動に連動して税額が決まるはずなので、先払い今の時価で算定して先払いってできないでしょうから、そうするとなんか財団みたいなのをあらかじめ作っておいて、その古墳を維持するっていう目的で、ね、でもその自分の死後その財団が続くことをなんていうか保証するじゃないですけど、その財団がずっと続いていくような仕組みをあらかじめ作っとかなきゃいけないわけですよね。それって単に財を成して例えば100億円あればいけるか、もちろん財団も作れるし、100億円あれば霊園というか古墳を作る古墳を作る土地を買うこともできるでしょう。ただやっぱその仕組みをね、構築するっていうのが一番ネックでしょうね。向こう3000年その古墳を維持してくれる財団を、無理なんじゃないかな。その振り返ってみれば結果的に3000年維持されましたねっていうのはあるかもしれないですけど、墓に入る人が自分の意思で自分のミイラを3000年後にも残す目的で財団を建てて、その財団が3000年間健全に運営されることを保証するっていうのはなかなか現代
今から始めるミイラなかなか難しいなっていうのを、はい、ちょっと調べて感じましたね。まあ、あと気候の問題とかもね、もちろんあると思うんですよ。日本はあんまミイラ作り向いてなさそうな気候、割と湿気があるし、エジプトとかだとカラカラしててミイラになりやすそうとか、ほっといてもミイラになりそうみたいなすごい今適当なこと言ってますけど、はい、日本でミイラにしようと思ったらミイラ装置みたいなものが必要なんでしょうね。あのカメラの機材を入れておく防湿庫みたいなやつに常に通電しとかないとダメとか。いや、なんか別にミイラになりたいという願望があったわけじゃないですけど、自分をミイラとして後世に残すにはどうしたらっていうことを考えるのは面白いですね。うん、はいもういっか、今日はこんぐらいにしとけば、あと3分だし、はい、よいしょ。はあ、そういうわけで今日はルービックキューブに時間をめちゃくちゃ吸われたけど、特になんか新しいステップを暗記するまでに至らなかったっていう情けない話をしましたいやー、1日1ステップずつ覚えるとかって言ってたんですけど、最後の2ステップがちょっと難しすぎますねこれ。できる日が来んのかなっていう、まあ、だいぶね習熟してきた感はあるんですけど、いやなんか気づくとこうやってねキューブを動かしてるんですよ動かしてるんですよじゃない、うん、でもなんかあの上一面がね揃うところまでですね、手癖でできるのは。はあ、いやでもこれも今やってるのもちょっと前から考えると全然覚えられてなかったんで、かなり上達はしてるのは間違いないですね。あのもともと違う色でこう反対側にはまってるやつとかの対処とか、前は運が悪いとか言ってましたけど、今はもう慣れたもんなんで、はい、うん、はい、いやじゃあ終わりバイバイ